国鉄 C53 型蒸気機関車。C53 型蒸気機関車。C53 型蒸気機関車は、日本国有鉄道、国鉄の前身である、鉄道省がアメリカから輸入した C52 型を、解析の上、国産化した3シリンダー型の、テンダー式蒸気機関車である。相性は、四五三ん車製造、川崎車両の二社により、 1928年から1929年の間に97両が量産された。その状況は次の通りである。なお、本形式は製造中において以下に代表される細部の変更が行われた。対象晩年から厚生客車の出現によって、客車の重量が10%ほど増加し、特別急行列車の速度を維持するには18,900系。 あとの C51 系では出力不足であり、このため狂気でこれ以上の輸送力増加に対応いるには3シリンダー機を導入するしかないと考えられた。これ以前に大正13年1924年頃に輸送力増大を見込んで3シリンダー機関車の案がいくつか挙げられていた。機70系、78から2系。 t 八十系という三形式の断片的なデータが残っており、それぞれ以下のような形式であった。これらの内機七十型は、急行旅客用で後に C53 を実際に作るときに、大きさや性能の原型にしたもの、後者二つは重量級考慮格用だが、三シリンダーそのものを全く扱ったことがない当時は、中央リンダー取付位置などは未定のままで、実際に、 アメリカから3シリンダーのパシフィック機8200系、あとの C52 系を試験的に輸入したところ、ボイラ効率、機械効率が悪いと判断されたので、これらの問題を解消すべく、D50 並みのボイラーと C51 並みの 1750mm 系通輪を持つ3シリンダー機関車として1928、昭和3年から製造された。この シリンダーブロック周辺など3シリンダー機の特色となる部分は朝倉木一による大学を出たばかりの頭の柔らかい新人に任せようとの判断から当時新進の島秀夫が研究を担当したこの際3シリンダー要素以外にもボイラ系が C51 型より太くなったことでボイラ中心位置が上がったため重心を抑えるように設計が配慮されており 芋の製の化粧煙突から軽いパイプ煙突に変更、給水加熱器を前方大枠下に釣り、先住林は 940mm だったものを 860mm にして大枠を低め、砂箱をボイラー状から歩み板の上に変更されるなどの配慮がされている。本形式に採用されたグレズリー式連動弁装置は、 ロンドンノースイースタン鉄道の技師長であったナイジェル・グレズリー卿が考案した単式三リンダーキ関車のための弁装置である。これは通常のワルシャート式弁装置を基本としてその左右のピストン弁の尻棒の先端に連動大手子、2通ついルバー右側弁の尻棒と連動小手子の中央部に設けられた支点とを結び中央部で大枠とピン結合される。 電動コテコイコールレバー中央弁のシリボーと左側弁のシリボーを結ぶの二つのテコの働きにより左右のシリンダーのバルブタイミングから作動構成で大枠中央部設けられたシリンダーのバルブタイミングを生成する簡潔かつ巧妙な機構であるこの方式を使えばそれぞれのシリンダーに独立した弁があるタイプの3シリンダー式に対し 中央シリンダーのロットクランク横のバルブギアを省略できるので整備の際に下に潜る手間が小、狂気でもきちんと整備をしていれば使いやすいものだったが、ベアリングの摩耗などでわずかでもレバーにガタが生じると中央シリンダーの動きがずれて手動軸クランクに損傷が起きるという題があった発祥の地のイギリスでも二次大戦中古の問題が発生している。本機においては正式に 特許実施権を獲得していたアメリカのアルコ社で設計、製造した C52 や満鉄の三貨に、日本で製造したものもあるが、アメリカ製造者と同設計と違い、グレズリー弁関係のノウハウがない状態で設計を変えてあるので以下のような点で問題が生じている。なお、国鉄側では中央シリンダーの不具合について、大枠との取り付けが悪い。 弱いと認識していたらしく、国鉄によって編集された鉄道辞典では C53 型機関車の項で、この部、中、主枠の中央シリンダーの取り付け部分に亀裂が発生して困ったと記述があるほか、3シリンダー機関車や C59 系機関車でも中央シリンダーと大枠の取り付けに関して記載がある。C53 型は、 予期通りの性能を発揮したので97両、量産され、東海道本線、山陽本線において、特急、急行列車経営用の主力として運用された。設計主任は、伊藤三氏、国鉄 DC11 系ディーゼル機関車、設計製造監督。しかし、構造が複雑で、部品点数が多いため整備研修側からは嫌われた。前述の通り設計そのものも、 シリンダー周りを担当した、島秀夫をはじめとして3シリンダー機構の理解が不十分であり、軽量化を重視しすぎたことで、設計人が枝葉末節にとらわれ、全体を見ずその本質を見失っていた形跡が散見され、これらは運用開始後、大枠の合成不足による亀裂多発、電動テコの変形による、第3シリンダーの動作不良頻発と、 起動不能などといった重大なトラブルの原因となった。前述の解約に加え、機関の狭さに由来する弁装置周りの余裕のなさが致命的で、特にメタル焼けが多発した第三、シリンダーシュレンボービッグエンドへの注油、急止には想像を絶する困難が伴うなど、およそ成功策とは言い難かった。このため、お飯列車や運転開始当初の超特急、円では、 信頼性の面から C51 型が使用されている。なお、縁の名古屋異性の牽引機は、ほどなく C53 型が担当することとなった、沼津殿下後は沼津異性 C53 型が担当。それでも戦前の時点では、鉄道省は本機を、主として名古屋、赤市、下関の3機関区を中心とする、各機関区整備人の自己犠牲を多分に含んだ努力。 浜松工場で行われた1万キロメートル限定や、しめぎおさむ車などの大規模な整備、修繕のほか、大阪鉄道局では、主として、優等列車事業を担当する赤式管区に、管内配属の本形式のうち最も状態の良い、グループを集中配備することなどによって、かろうじて使いこなしていたが、以後、鉄道省、国鉄を通じ、 三シリンダー機関車の製造は愚か設計すらなくなり、日本の蒸気機関車は単純堅実だが、性能向上の余地がほとんど何シリンダー機関車のみに限定されることになった。もっとも適切に調整、保守された本形式は等間隔のタイミングで、各シリンダーが動作する三シリンダーゆえに振動が少なく広くて快適な運転台、蒸気上がりの良いボイラー。 牽引力の強さから乗務員の評価と人気は高かったという。後続の C59 型や C62 型より乗り心地が良かったと伝えられている。もともと C52 を使用時、煙室の蓋を開けて清掃中にバがグレズリー式弁装置に入る問題が発生したので、それを防ぐために前デッキに鉄製のエプロンを追加で取り付けていたが、本形式は 最初からこれ、対策にこの鉄エプロンが、正面だけでなく、側面まで覆っていた。しかしこれは整備上の不便から短期間で撤去され、全面のみとなり、こちらが、標準スタイルになっている。運用開始直後、勾配区間の走行時やブレーキ時に蒸気画面内部に、水が入る問題が起こったため蒸気ドーム内部に、通風管を設けたが、C53-93 は、 試験的に蒸気ドーム高さを増した上で、ドーム自体の位置を後方に移す改造を行った。第二道輪のクランク軸は当初同軸一体の単造品であったが、強度や工作上の観点から、組み立て式に変更、ピストンタイヤ、クロスヘッド、内側滑り棒といった箇所も、強度の問題から順次改造された。また、1930年代半ば以降は、 研修上の問題から一部の初期製造者で排焼器を移設、蒸気室の雑キ穴の拡大や前デッキ垂直部を4、分割引き戸として後期製造者と取り扱いを共通化したほか、C53-88 は主権的に2段に折れていた前ッキ傾斜部分を一面の平ケトに変更した。昭和初期には排煙効果を高めるため、C51 型と同じく煙突上部や、 煙室周囲に各種の排煙装置を取り付ける試みがなされたものの、除、煙板が良好だったので1931年頃から取り付けが始まり、他の排煙装置のものも1933年以降は原型に戻されている。除、煙板の形状は名古屋、大阪、文字、1935年以降は広島鉄道局に巻の 各鉄道局により長さや高さが若干異なるものが採用された。このほか名鉄局と大鉄局所属者の一部には、特急、急行列車のロングラン運用に備え淡水車を、標準的な12から17型から、D50 軽症記者が使用していた20立方枚型に振り替えたものが存在した。本形式が使用した20立方枚系淡水車は、 石炭搭載量を増やすため炭庫の高さや長さを増す改造を施しており、一つの外見的特徴となった。1934年11月には、当時の世界的な流線型ブームに乗り、梅工事機関区所属の C53-43 が、高取工場における20日の特幹工事で、試験的に流線型に改造された。煙室全部を斜めに切り、運転室は、 密閉式のものに取り替え、車体全体と淡水車上部を流線型の鉄板で覆い、機関車本体と淡水車の隙間はホロで覆った。さらに露出した汽笛にも流線型の規制がおごられる徹底ぶりであった。これらの改造により滝とは全く異なる外観を提示した。塗色も完成直後はエビ茶色で試運転前に黒に塗り替えられたかのように新聞に書かれたが、 当初路以外の案があって採用されなかっただけとも言われている。流線型ブームでは空気抵抗の軽減効果が多く標榜されたが当時の時速 100km に満たない運転速度では空気抵抗が列車の走行に与える影響はごく小さなものであった。それよりも列車の周囲の空気の流れを改善し煙が列車に絡みつくのを防ぐとともに 走行中に対抗列車や駅ホーム上の乗客に及ぼす風圧の軽減を目標としたという。完成後の11月24日には、高取工場構内で公式試運転を実施し、同年12月1日から1937年7月1日のダイヤ改正で、梅工事機関区の C53 が特急運用から撤退するまでの間上り、園の神戸名古屋間、 赤子奏車上神戸間の回送列車も、定員、下り、富士の名古屋大阪間を担当した、他機関車回送を兼ねて、急行17列車の京都神戸間や普通列車も、定員した。1935年、昭和10年6月には、東海道本線の原鈴川、現、吉原間で C5343 と、通常型の C5355 を使った、 性能試験を実施、この試験成績が良好だったため、C53 を全車流線型に改造するため改造費1両3000円を、計上、昭和10年度として10両改造することが、内定したが実現しなかった。円の客車も展望車の後部を流線型にし、貫通ホロー、車体幅いっぱいまで2400ミリ広げるなどして、 空気抵抗を3割減らす改造に着手するという計画が報道されたが、これも実現していない。運転室内は、ホロで覆われているため、室内の騒音は軽減されたが、その反面、熱がこもり、室内温度が高温になりやすかった。また整備点検には、他の C53 型よりも、約180%多くの時間を要したという、特急運用から外れた直後には、 淡水車上部のカバーを撤去。戦時中には、車体下部のカバーも撤去され、開閉に手間を要した煙室扉にはジャッキを取り付けた。1940年代に入り、2シリンダーで同クラスの性能を持つ C59 系の完成に伴って、艦船の主力機関車の座を譲ったが、あまりに大型であるため、当時は、東海道、山陽本線と軍事輸送場から、 山陽本線並起道状態で整備されたクレセン以外には転用不可能であった。折から戦時体制に突入したために機関車需要がさらに逼迫にもかかわらず旅客用機関車の製造は中断されたために本形式もフルに運用で図らずもその寿命を伸ばすことになる。だがもともと複雑極まる構造であった上戦時の国士や整備不良 さらには相次いだ戦災や事故による損傷がたたり、戦後すぐに運用を離れる車両が続出した。結局、国産の本専用大型蒸気機関車の中では、最も早く、1948年から1950年にかけてすべて廃車となった。その早すぎる廃車に対し朝日新聞の当初欄が発端となり、衆議院運輸委員会で取り上げられることになった。 1950年、昭和25年に廃車された C5345 は、国鉄水田教習所の教習用車両を経て、高取工場内に放置されていたが、1962年、昭和37年に、鉄道90周年事業の一環として、大阪市港区に開館した交通学館、後の交通科学博物館に保存されることとなり、前年の1961年、 昭和三十六年に運行可能な状態に復元整備され、九月二十日九月二十一日には、スイタ車者場高取間で二日間記念走行が行われてる。九百七十二年、昭和四十七年九月に、京都市の梅工事蒸気機関車間に移され、現存唯一の c 五十三型として、同館が二千十六年、平成二十八年四月に、京都鉄道博物館に、 新装をオープンした後も、生態保存されている。2006年、平成18年、梅工事の蒸気機関車群と関連施設として、純鉄道記念物に指定された。製造名番は1961年、昭和36年の復元整備時に、記者会社の協力会社の矢内金属工業、大阪、三手倉島が保管していた木型によって、 製造当時の様式のものが複製された。現役時代のナンバープレートは廃車後に失われ、復元走行時と交通科学館保存当初は、新規鋳造の形式名なしのナンバープレートを装着していたが、後に形式内裏の赤字のもの、梅工事移転前後に形式内裏の黒字のものと交換されている。交通科学館から梅工事への移動時は、 大阪港駅まで陸路で運ばれ、そこから本線上に、また戦士港主輸送された。このほか、同じく1950年、昭和25年に廃車された C5357 が、教習用として、ボイラー部分を切開した状態で、浜松工場に保存された。1963年当時は現存していたが、後に解体されている。1949年、 昭和24年9月30日から同年11月5日にかけて廃車となった本形式の淡水車を糖密輸送用を40トン石タンク車、滝1600型に改造する工事が実施された。改造工事は、東洋0ン若松車両の2車にてにロット16両、滝1600滝1615、本形式32両分が行われた。 これは二両分の淡水車の石炭、取り出し口側、機関車運転室側を向かい合わせにして、永久連結し、淡水車上部のタンクを取り払い、下部の水槽をタンクとして利用するというものであった。台枠や台車は元の淡水車のものを用いた。永久連結した二両分を一両とし、各々の,の,の車両には、多岐 16XX 前、多岐 16XX 後と表記された。 所有者は内外輸送であり、その常備駅は神奈川県の新港駅であった。1956年昭和31年7月までに全廃されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。